原骨拓司、本名、鈴木朝雄は、作家。東洋病法、東洋史、経営学の研究家。中央の議会理事。和歌山県出身。名古屋二良之助の講義に深い感銘を受け、指示。2003年頃には、名古市の活動を補助するため、青山霊園や玉霊園などの案内や解説などを担当したほか、監視に日本語訳をつけるなどしていた。 名護市の死亡直前、著者の執筆を託され、これだけは伝えたい、武士道の心を強調して観光。また杉野義夫元防衛大学校教授に指導を仰ぎ、標法経営の研究を行う。なおペンネーム、原骨は、固くて強い、そしてみんなにすぐ覚えてもらえるという理由で、名護市が命名した。基本的に師匠である名護市の主張を継承している。ただし、 中国人や韓国人であっても、王朝名のような親日家や韓国人特攻隊の戦死者には異形の念を示しており、中国人や韓国人を民族的に罵倒するような主張は行っていない。またそういった主張を好ましいと思っていないとする記載もなされている。日中間2000年の真実の後書きでは、日本人による反日活動の結果、 新日の外国人が困窮させられているとして、日中、日韓問題の根本は、日日問題との主張を行っている。日本はいたずらに、中国、韓国を罵倒するのではなく、中国、韓国にいる新日家と連携、育成、支援することで、現状の閉塞状況を打開するように工作する、ことが重要であると述べている。歴史問題以外では、 経営コンサルタントの立場から帝国陸軍の教本を用い、戦略、戦術、心理学などでビジネスに応用できるものを活用し、滅びた組織はすべてダメであったかといえば、そうではない。ダメな部分は、それとして、その中でも優れた部分があれば、これを抽出し、活用しなければ、日本企業の発展はありえないという主張を行い、歴史の経営の転換を主張するなどしている。 また著書である韓国反日暴略の罠では同年に発生した三経新聞総理支局長基礎問題を予測。また韓国政府が反日政策の予算を強化などを指摘している。移民問題について日本はトライン大国の嘘、安易な外国人受け入れが抗日運動をもたらしたボイスにおいて第一次世界大戦による後継期から日本が 朝鮮人労働者を受け入れたことが、現在まで続く在日韓国人問題の発端になり、90年代の外国人労働者の受け入れが、バブル崩壊後の就職氷河期をもたらしたと主張し、移民受け入れについては慎重な姿勢をとる。また、日本にいる外国人労働者は低賃金や、日本人が嫌う、いわゆる産 k の仕事に付かされるケースが多く、これは、 現代の奴隷制度となる可能性を指摘。日本は正義の国であるべきで、安易に外国人労働者を受け入れるべきではないという。公共による人手不足については、安易に人件費が安いからと外国人労働者を採用するのではなく、まずは自動化を行い、それでも足らない部分を調整すべきだと述べる一方、今度、 子供不足による労働人口を改善させるため小学生の授業にプログラミングを教えつつロボット教室等に通う子供たちに学費等の支援を行うことで将来に備えた施策を行うべきと述べている。保守派が主張する韓国との断交には以下の理由から否定的な見解を述べている。津島海峡の制海権の確保は日本の生命線であり、 韓国と提携していれば通過するすべての関係は一度、日本の監視下に置かれることになる。韓国と断交した後は、かつての李昇晩並みの反日国となる可能性が高く、日本人漁民への危害が高まる。これらの問題を解決するには、韓国の民族性である強い国には抵当する、民族性を利用すべきであり、韓国を反日国家から改めさせるには、日本は、経済力、 愛国心、軍事力を合わせた強国に生まれ変わるしかないと述べている。新日派朝鮮人系された歴史終戦までの誇り高き日韓友情の真実では日本を愛した韓国人や当初は反日テロをした多くの韓国人が後に新日に転じた事例や特攻隊として参下した韓国人を紹介。韓国に対する民族的批判をすべきではないと主張。 新日派韓国人と提携し、今の日韓関係を改善するよう仕掛けるべきだという。中国情勢では、中国共産党員が出国する場合、国家安全部から定期的に訪問国で起きた事項について、レポートを提出し、報告することを義務付けられるため在日中国人の数から日本国内に5万人の中国人スパイが暗躍していると指摘。日本に急務なのは、 防衛用の法整備と体制づくりであり、同時に日本政府への情報提供者を安全に保護するための仕組みが必要だと述べている。兵学思想入門において、神武天皇から現在の自衛隊に至る日本式兵学思想について論及し、現在の自衛隊の制服組トップである統合幕僚長が天皇陛下の認証官となっていないことは、天皇と軍隊の関係が一体であった。 日本の伝統、歴史からしても異常であると指摘。早急に統合幕僚長を認証官とすべきであると主張する。また、現在の自衛隊には戦死の規定がなく、仮に有事が起きた際に自衛官が戦死した場合は、殉職の扱いとなることを問題し、戦死認定して、待遇を戦前の帝国陸海軍同様に相続税の免除、遺族の就業支援などを行うべきだという。 1940年、陸軍航空通信学校の井戸に身を投げ、相次ぐ戦闘機事故の根絶を願った藤田民子という女性がいた。戦時中は美談と称えられ、胸像や火器などが混流されたが、戦後は行方知れずとなっていた。原骨は50年前の朝雲新聞に民子の父親が、せめて自衛隊の飛行場の見えるところに置いてやりたいと述べていたのを見つけ、 調査を開始した。調査は難航したものの、2011年12月8日、平間洋一が主催する勉強会で講師として招かれた、蔡三前元韓国空軍大佐が、学校の OB であることを知り、協力を要請。このことは2012年8月15日の産経新聞に、終戦特集として掲載され、原骨は、 国のために準じた人は等しく尊敬されなければならない。藤田さんの意思を伝え、鎮魂してもらいたいと述べた。最も、玄骨の活動に対し、あなたのようなお方がいる限り日本は誇りを失いませんとエールを送った。玄骨は、韓国人に不都合な半島の歴史の中で一連の活動について紹介し、日本にとって不幸ではあったが、 韓国の蔡三千元大佐の協力により、日韓友好の新しい架け橋としての役割を担った自虐士官を持ち、反日士官を持っていたとすれば、このような活動は成り立たなかったであろう。日本と韓国は自虐士官を反日士官を超越した時に、真の友情が築けるのだと総括した。二人は、共造が無事に現存していることを確認し、 陸上自衛隊霞ヶ浦駐屯地への安置された。その後、2013年4月13日に、土浦市にあるホテルマロード筑波にて、日本共有連盟を主催とする、大空の女神、藤田民子鎮魂式が挙行され、寺島大蔵元統合幕僚会議議長や藤田、幸男元会場幕僚長、桜木正とも霞ヶ浦駐屯地司令など多くの人々が参列し、 その精神の検証を行った。ありがとうございます。